グリードがこんなに。放ってはおけない。一匹残らず片付けるわよ。全部みたいね。お疲れだったわね。ユキノさん。やっと目覚めて行動を開始したみたいね。アスカ君も無事で何よりだ。マスターもご無事だったんですね。で、どうして俺が気を失ってたことを知ってるんすか。企業秘密よ。この周辺の住民は屋内に避難しています。二人とも一旦。危ねトゲよ。な、お見事です。とりあえず持ってきた結界具を設置した方がいいわね。それが終わり次第カフェで一服しましょう。こちらも外界との連絡は全く取れていない状況です。どうやら時空間を隔絶する不可侵の結界のようでしてな。脱出することはもちろん、外からの侵入も不可能だわ。裏の三勢力もさぞ手をこまねいているんじゃないかしら。やはり外からの助けは期待できそうにないですね。森宮にいる私たちだけで何とかするしかないでしょう。だな。で、そんなあなたたちに朗報よ。 XRC メンバーの消息情報が入ってきているわ。本当っすか。場所は定かじゃないけど、市内のどこかにいるのは確実ね。今ちょうどツテを当たっているところよ。そうでしたか。よかった。とりあえず無事みたいね。ああ、なんとかして絶対に合流しねえとな。噂をすれば。ちょっと失礼。
サイフォン繋がるんすか？マスター、ひょっとして。ああ、サイフォンに搭載された特殊モードを使っているんだ。あくまで限られた範囲だが、端末同士が直接通信可能になる。何かと必要になるだろうし、後で設定方法を教えておこう。ありがとうございます。助かるっす。お仲間の情報よ。ソウルデバイスを持った学生が記念公園で目撃されたわ。この近くか。例の柱もある場所ね。二人ともどうか気をつけて。せいぜい健闘を祈らせてもらうわ。了解っす。万全の準備をしてから向かいましょう。いらっしゃい。あら、やめちゃうの？
なんとか無事に着いたけど。あれが柱か。とんでもなさすぎだろう。こんなものが街中に現れてやがるのか。正気や文様も他の場所より強く現れているわね。人影は見えないけど。時坂君、次から次へと殲滅するわよ。前に戦った時よりも手強くねえか。ええ、おそらく柱が力を与えているんだと思う。あなた方は？確か大学教授とゼミの教え子っていう。こんな状況でフィールドワークなんて。そうだ、この近くで学生を見かけませんでしたか？俺たちと同じ森宮学園の生徒なんですけど。もしかして？ええ、間違いないでしょう。なぜ入ったかはわからないけど、急いで追った方が良さそうね。ああ、どうもっす。
こいつは相当ヤバそうな場所だな。まるで古代の遺跡ね。徘徊しているグリードの気配もかなり強力みたい。ユウキ君大丈夫？問題ないで、だから篠宮でいいから。今のはソラ、ユウキ、聞こえねえか。どうやら奥に行ってしまったようね。急いで追いかけましょう。了解だ。
よし、オラゲットだ。全員、いや助かった。うまいな。はっ、行くぜ、クロスドライブ。ここだ。一気に行くわよ。はあ、やった。エクステンド、ギア。まだまだ行くぜ。私は後だ。加勢するぜ。一気に片付けましょう。